はい、こんにちは。フォーダイブジッピッキー改めたっぺの民の村長です。はい、ということでですね、村長はですね、今から出かけてくるわけでございます。もうメイクも終わって、着替えも終わって、まあ、準備が終わってる段階で、一番最後にやることがありますね。せい。あ、電源落ちた。みんな何でしょうか。せい。鼻ほじる。あ、帰れ。嘘、嘘。ツンデレだから、ごめん、嘘。はい、ということで今からですねリップを塗るわけでございます。はい、これがもう終わったら外に出ます。本日は視聴者の方がおすすめしてくれたものなどでですね、唇を仕上げたいと思っております。はい、それが一つ目はこちらでございます。じゃん。はい、リトルレディリュクスオールインワンルージュ、色はピュアピンクでございます。こちらはですね、もともと視聴者の方がですねプレゼントで送ってくださって、村長さん唇弱いからっていうことで使えるものをご用意してくれたわけでございます。そしたらたまたまですね、ツイキャスの配信を行っている時にこれおすすめだよって言ってくれる方がいて、やっぱおすすめなんだみたいな感じになって、使ったらもう余裕のよっちゃんで使えたので、こちらをですねまず使いたいと思います。中身だよ、今気づいた。中身が入っとらんよ。だってもう使ってんだもん村長さん、入ってないんだよ。はい、こちらとこの上から重ねる色付きのグロスでございます。じゃん。はい、サナエクセルリップケアオイル LO02 番チェリーピンクでございます。そして一番最後に乗っけるのはこちらでございます、ディオールアディクトリップマキシマイザー011番プールブルーでございます。はい、こちらは限定色でございます。はい、本日はですねこの3つを使って最後の唇を仕上げたいと思っております。では行きましょう。まあ肌が弱かったり疾患を持ってる方は、まあ、ベースメイク系で合わないもの多いんではないかなっていう風に思われがちなんですが、これめちゃめちゃ肌が弱い方々わかると思います。唇がですねめちゃめちゃ弱いんです。もうすごいですよ。合わないコスメ使ったっけ、すぐパンパンに腫れて、この唇の輪郭部分が痒くなってきたりとか、もう真っ赤になってしまったりとか、まあ、あとはストレスとか疲労がたまると口角炎がすぐできたりとか、あっという間に唇荒れてしまうんですね。なので私自身も使えるものがものすごく少ないです。まあそれの理由っていうのが、もともと唇ってバリア機能自体がないんですね。なのでこれはわかると思うんですが、結構色付きのティントとかそういうものを結構多用していたり、まあしっかり落とさないでいると色素沈着として唇に残ったりっていうのが普通の肌よりもあります。なのでまあこれお肌が弱い方とか関係なく、ある日突然唇が弱くなったりとか、まあ、色素沈着で、まあ、唇が濃くなってしまったりっていうのがあるので、まあ、肌が弱いかかわらず気をつけておいた方がいいと思います。はい、で、まあ、私もまああんまり使えるものが少ない中で、エクセルのリップケアオイルとディオールのマキシマイザーに関しては数少なく使える、まあマキシマイザーとオイルなんですね。はい、でエクセルとディオールに関してはもう結構何種類かですねレビューを行っているので、まあ今回は説明はしないです。こちらを主にレビューしたいと思います。ではこちらの機能に行きたいと思います。はい、しょ。はい、まず一つ目特徴、こちらオールインワンティントルージュってどういう意味っていう風に皆さん思うかと思うんですが、1本で6機能がございます。すごいね、すごいね、普通にね6はすごいよね。その6種類がこちらでございます。ティント、グロス、リップカラー、リップバーム、美容オイル、 SPF22PA2+ でございます。そして次こちら10種類の美容オイル成分配合ということでございます。そしてこちら美容液成分が 84% 配合です。そして次こちらとろけるような塗り心地、そしてこちら食事をしても色ツヤ潤いが落ちにくい、そしてこちら大人のふっくらリップ、そしてこちら縦じわをカバーします。もうこれね本当に欲しいんですよ。肌が弱い人の唇の縦じわを本当もう美しい、もうアートに近いんじゃないかなって思ってますよ。もう後に見せちゃうんだよ。はい、ということでこちら塗布後しばらくすると唇の水分に触れて発色が強まり色が長持ちしますということでございます。はい、こちらはですねなんとエロリップっていう風に言われて
おるぐらいですね。あのめちゃめちゃ唇が素晴らしいことになるらしいですよ。まあ、村長がエロインではないですよ。村長はエロインではございません。変人なだけです。え？もう謝りに来いよ、全員もう。もう全員謝りに来い。被害妄想だよ。すごいよ。精神状態なんかおかしいよ、最近。まあ、エロリップをつけて、ふんってやってくるわ、村長は。うん。はい。で、今から唇に塗っていくんですが、私はですね、ルージュを乗せるときは、こちらの、ケアセラのリップクリームを塗布して、その後にこちらのキスのリップコンシーラー N というのを乗っけてから色を入れていきます。ちなみに私は家にいるときはメンソレータムのメルティクリームっていうのをつけております。では塗っていきます。見て、ほら縦じわ。はい、ではケアセラを乗っけたので、こちらのキスのコンシーラーを乗せます。はい、でこれちょっとオレンジっぽいので、唇の輪郭にですね、ちょっと影ができるような感じに消してくれるんですね。なので自然に唇に立体感が出ます。うん、さっきよりちょっとふっくらしたように見えます。はい、そしたらこちらです。ちょっと結構使っておりますが、色はピュアピンクでございます。では中心に入れます。はい、で縦じわをカバーするものなので、しっかりと縦にもこういう感じで入れてきます。喋りながら難しいですね。そして唇をすり合わせます。はい、そしたらさらに中心部分にこのエクセルのリップケアオイルを入れます。はい、そしたらこちらのディオールのマキシマイザーを全体的にのせます。で、最初にのせるときに輪郭からのせていきます。で、そのときに赤のリップ部分を外へぼかしながら入れてきます。で、それが終わってから全体にのせます。はい、ということで完成いたしました。いや、エロリップやばいですよね。本当にここから遠くから見てもなんかエロいのがわかるの。そう、もう村長ですね、これ結構使っておりまして、あの女の子からもですね、めちゃめちゃ評判が良いんでございます。本当にもう村長やってるからあんまりよく見えねえかもしんねえけれども、あのめっちゃべっぴんさんでやってる面系で、ここがね、やってたっけ、エロいと思うよ。うん、本当に。はい、なんか以前別の動画でお話ししたことありますが、まあ、ある実験がありまして、男女2人にですね、カフェに行ってもらいます。で、その時に女性は唇に一切何もメイクをしておらず、途中からお手洗いに行ってグルスをつけて帰ってきたらですね、男性の脳が突然男性ホルモンとかそのアドレナリンが活性化されて、まあ、いつの間にか男性がその女性の唇を追っているっていう、あの研究結果があるらしいんですね。で、男性っていうのは、まあ、例えば髪型がすごい変わっても気づかないのに、まあ男性は女性特有にある、まあ、そういう部位に対してものすごく敏感だそうなので、
まあ、好きな片思いしている方とかがいらっしゃいましたらですね、もう塗りまくってあのファミチキ食べたんですかっていうぐらいベッドベトにね、すると漏れなく気持ち悪いと思われると思います。え、村長はみんなの幸せを一応願ってるつもりだよ。うん、まあね、そういう感じで、まあ試しにですね、皆さんもぜひやってみてください。